はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。ですね、装備のアクセサリーが、いくつかできつつあるんですよね。あ、この死神のピアス、これは多分ね、出来上がったと思う。ちょっと見てください。これ成功かな？正解？特技ダメージが、プラス15。で、伝承で HP2 なんですけども、どうでしょうか？これは出来上がってるんじゃないのかな？うん。これ結構ダメージ上がるので、つけてます。で、竜の鱗はまだいまいちですよね。で、金のロザリオもまだ中途半端なんですよ。うん。攻撃を555して、で、伝承で守備力4だったかな？を入れようかなと思ってます。いや、HP3 の方がいいのかな？いや、違う！ 5% で生存か。あ、生存の方がいいよね。もともと 20% だから、25% 生存になるので、あ、そうかそうかそうか。わかった。金のロザリオは、そうですね。で、指はまだ全然です。指は全くできておりません。全然中途半端。で、胸アクセサリーももう少しですかね。瀬戸のブローチが、あと3を1つつけて、んで、アンクが、こんな感じですね。なかなかね、攻撃力が上がってくれなくって、苦戦してます。で、ベルトはね、このね、このベルトは無理だ。厳選しきれない。と思ったので、この豪遊にね、しようかと思います。豪遊。ハイドラをまず、HP3 かな？それで作って、で、それでこれにつけようかなと、思います。はい。で、カードは出来上がってる。あ、で、これだよ、これ、これ。流玉の一番上のやつ。が、これはいいでしょ？ HP55 になって、で、他の、合成で、プラス15か。にすれば、もう大成功でしょ。ただし、これ、アンドレアルメダル、俺持ってないですよね、もう。もう使っちゃったので、なくなったので、どこで入手するんだろうね。アイテム屋で売ってないので、作らなきゃいけないのかな？取引だ。バザーだ。バザーで売ってるんだ。そうか、そうか。で、紋章もちょっとまだいまいちですね。うん、紋章もね、ようやく集め出したんですけども、まだ全然、できておりません。で、この魔人もね、器用さプラス444でできてるんですけども、まだね、無限魔王の方を取ってません。まだ結構中途半端だね。でも、とりあえずこれとかね、結構できてきた感じではないですか？死神のピアスとかさ。うん、だいぶ進んだ感があると思います。そして、ここ2日間でやり出したのが、ここですね、女神の木。今合計でレベル30になってるんですけども、まあまあまあ、力と素早さ、守り、そして器用さと命か。これはまあ、手っ取り早く、18かな、最大。かな？わかんない。まあ、そこまで上げてみようと思います。16だったかな、最大。わかんないです。後で見てみます。はい。ということで、ちょっと今日もね、女神の木、育てるための素材を取りに行きまーす。ちょっとね、レベル上げ用のパーティーなので、ちょっと微妙だな。でも敵はね、倒していきたいところなんですよね。いけるか。いけるかな？ゴリ押しで行ってみましょうか。はい。で、8人で戦うところは、パーティー組んで行きましょうかね。行きましょう、とりあえず。まあまあ行ってみましょう。大丈夫かな？いや、厳しそうか？いや、厳しいかと思ったけども、全然余裕で行けましたね。OK。じゃあ、どんどん進んでいきまーす。8人の戦闘ですね。とりあえず、迷惑をかけないように行きましょうかね。迷惑をかけないように。
しゃ。あんまり出すぎないようにね、した方がいいでしょう。あー、やばい。大丈夫か。思いっきり食らってる。やーべえ。一回下がるか。いや、そこまで気にすることない。いやいや、気にしないといけない。まだねめちゃくちゃ慣れてるわけでもないし、まだまだ下手っぴなので、あんまりね出しゃばらない方がいいんですよね本当は。危ない危ない。おい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 、俺かい。待て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 、ナイス、いいっすね、いいんじゃない。砂嵐は敵の遠いとこだったっけ。よし、もうちょい。危ない危ない危ない。なるか、ここ。大丈夫ね。やっぱごめん。よし、待って、どうだ。倒してはないか。やばい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 。もう終わりでしょう。あ、ありがとう、お疲れでした。いけたね、全然余裕余裕。それではよろしくお願いします。ありがとう。とりあえず攻撃していっていいのかな。極力大ダメージは受けないように頑張ります。下に一応ね出るんで分かりやすくはあるんですよね。でもまあ攻撃中だったら避けれないよね。いけるか。いや、待ったらいいか。いけるな。やばい。でも大丈夫、全然いけてる。いいよ、どう減らすね、減らすなあ。でこれ石が出るんですけど、これ石って壊した方がいい。あ、やばい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 、やべえ。そっち、こっちですか。間に合うか。間に合ったー、危ねえ。めちゃくちゃ危ない。あの石壊してる人あんま見たことないですよね。壊した方がダメージ出せるんであれば、うん、やった方がいいですよね。じゃ、もう何もしてこないよね。あ、大丈夫ね、大丈夫ね。やばい気がする、やばい気がする、やばい気がする。ああ、ありがとう。あ、でももう倒すね、もう倒すじゃんね。おお、ねえ、よかった。もう終わりでしょう。いや、早かったね。早っ。お疲れ様でした。どれぐらい出るかな。まあ、一個ぐらいは育てれるかな。あの、錬金石って俺結構思ってるんですけど、あれのね、使い方っていうか何使うんだろう、あれ。アクセサリーの錬金とかかな。まあまあいいや。とりあえず、力だね。力と HP からまずは上げた方がいい気がする。うん、あ、いやいやいや、違うか。魔法職もいるんで、HP と守り、器用さ、素早さ、そのあたりから上げたがいいのか。あ、そうか。まあいいや。
またちょっとどんどんやっていきましょう。これマックスにするまで相当時間かかるね。うん、1週間にこれ10回しか潜れないし、これは結構かかりそうですね。でもね、アクセサリーの上げ方は大体もう分かったので、うん、なんだ？その時その時のお題になってるやつ？それをまずは上げた方がいいんだよね。上げやすいから。うん。なんで今回はドンモグーラが出てた、あれを上げたんだよね、流玉を。はい。まあ、とりあえず、まだまだね、成長が足りません。どんどんやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。